放送作家の島津です。よろしくお願いします。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後ですね、Shii-taka王子に来てもらっております。王子よろしくお願いします。どうも王子です。よろしく。どうも王子です。さあ王子のねその衣装素敵ですよね。でもね今日はね私も王子に負けてらんないと思いましてちょっと衣装、はい、気合い入れてきましたよ。素晴らしい。なんかどんなんでしょう。あーどうだ。素晴らしい。うわすごい。すごい素晴らしい。なんかオーマイゴー。やめます。今日はねジョニーブラウン T シャツ着てきましたよ、私も。ほらっていうね。さあさあ、王子に負けてらんねえぞっていう。バッファローチキンを持つシドニー T シャツ着てきましたよ。素晴らしい。さあ、このメンバーでいきます。さあ、では早速、今日のテーマ参りましょう。今日のテーマはこちら。シドニーの日本食のここが変だよ。今回はですね、もうシドニーさんに大暴れしていただきますよ。ではまずはシドニーさん、最初にシドニーさんが思う日本食のここが変だよ、教えてください。フルーツサンドイッチです。お、フルーツサンドイッチ、うん、こういうやつでしょ。はい、それですよ。はいはい、それですよ。あの日本住んでの時よく見ましたよ。例えばローソンのコンビニとか、うん、デパートの鹿で見ました。はいはい、うんうんうん。でもアメリカであんまり見たことがないですよ。あ、本当？はい、すごく変ですよ。生クリームとパン、うん、一緒に。いや、でもここ数年のような気もするけどね。ねえ、マイルさん、そんな気しません？昔そんななかったようなイメージないですか？パンじゃなくてクレープのバージョンだけだった。ああ。あ、クレープで挟んでるみたいなこと。そう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 、うん。メキシコもこのサンドイッチはないですよ。そういう意味ではそうか。サンドイッチ自体がめちゃめちゃ少ないんですよね。うんうん。そうなんだ。でも、あの、昨日、ニューヨークシティ行ってた、キノクニアで、うん、ちっちゃい喫茶店。うん。中にサンドイッチいました、うん、日本の本屋さんでしょ、キノクニアって。日本の本屋さん、はい、アニメ、漫画とか日本の勉強本とか、うん、うん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 、これ普通のサンドイッチ、うん、はい、うん、これ普通のサンドイッチ、卵のサンドイッチ、はい、うんうんうん、でも次の写真、うん、うわー、本当だ、まあ、なんか結構大きめのイチゴがドーンと入ってるね。ねえ、そっか、これ日本スタイルとして売ってるから、ちょっとシドニーさんからすると、わ、珍しいなっていう感じなのね。はい、はい。じゃあ、あれ、日本人しか買わないみたいなこと？でも、シドニーさんは買って、まあ、美味しいなっていう感じではない。ちょっと、このサンドイッチは、普通の人はないみたいですよ。うん、例えば、柔らかいすぎ、このサンドイッチ、フルーツサンドイッチ。うん、そのし、うんうんうん、食べたら歯ない人、うん、この感じ食べる。え、年寄りが食べるっていうこと？はい、はい、それは、はい、私ガチャガチャとかハムとかレタスとか玉ねぎとか、うん、大丈夫ですよ、うん、でも、うん、このサンドイッチ柔らかいすぎ、あ、柔らかすぎるからちょっと嫌だなっていう感じなんで、はいはい、そう、名前がサンドイッチになってるからお肉だとか野菜だとかが入ったガツッと食べ応えがあるみたいなイメージになってるのに、そっか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 、これスイーツだよね、ないかスイーツだからちょっと気持ち悪いのね、なるほど、ね、なるほど、違和感みたいな感じ、ね、オッケーオッケー、それがまず一つ目ってことね。じゃあ続いて二つ目、シドニーさんから見た日本食ここが変だよ、教えてください。マヨネーズピッツァ、あ、日本だとね、結構なんかすごい定番であるけど、うんうん、やっぱシドニーさんの目から見たときに、ピザにマヨネーズはありえないんだ。はい、ありえない、はい。イタリアも売ってない、マヨネーズとか。ない、うん。あれは日本独特だね。はいはい、何なんすかね、こういうのね、うん。日本人がマヨネーズ好きっていうこと？多分マヨネーズ、生卵。卵。
あ、卵ね。うん、卵使ってるからね。あ、それもあるから嫌なのね。はい、うん。なんで日本人生卵大好きよ。王子の、王子はあれじゃないですか。マヨネーズとか絶対使わないと思うんだけど。そうですね。あん、ほとんど使わないです。やっぱそうだよな。王子にマヨネーズはなんか合わない。もう、ほとんど使わない。ただ一時期やっぱ好きな時はありましたよ、最初の頃は。うん。ここ最近は全然ですね、卵をどせ、あんまほとんどドレッシング系もほとんど使わないので。サラダどうしてるんですか、王子は。オリーブオイルと塩と胡椒と、ああ。それを混ぜてかけるみたいな、レモンとか。ああ、なんかよかった。王子っぽい答えが返ってきて今よかったな。なんかオリーブオイルとね、ちょっとね。オリーブそうですね。うん。よかった、そう、そうですよね。あ、すごい、すごい。うん。いろいろマヨネーズ種類があります。オリーブオイルマヨネーズとか、グルテンフリーマヨネーズとか。あ、グルテンフリーとかね、はい。ビーガンマヨネーズもある。はい。ノーシュガーマヨネーズとか。わさびマヨネーズありますよ。あー、わさびマヨネーズね。そうなんです。いろいろあるのね。はいはい。そっかそっか。キューピーマヨネーズでも美味しいんじゃないですか。どうですか、日本の。キューピーマヨネーズ。味は美味しい。うん、でも、うん、キューピーの瓶は、うん、好きじゃない。お、なんで？はい、見て。でも、この瓶は柔らかいすぎ。アメリカで瓶は硬いよ。うんうん、瓶はね。瓶は硬いよ、はいはい、当然。はい。こプラスチックのやつはダメなの？はい、柔らかい瓶ダメです。何がダメなの？すぐ立つ冷蔵庫の中にできへん。その感じ。そのああ、ちょっとずれるから嫌なの。はいはい。味の問題じゃないね。まあはい、パッケージの、まあ、としてストンって入れろと、入れと。はい。うん、はい。そう。その通りですよ。オッケー。そこが嫌なのね。形のね、ふにゃってなったりするのが嫌なんだ。時々ちょっと残ったり、残りやすいってのはあるかもね。確かにね。はい。はい。オッケー。これは分かりました。では、続いてシドニーさん、はい、あなたが思う日本食、ここが変だよ、教えてください。日本にはあちこちで自動販売機ある。うん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 。ビールとか、タバコとか。ああ、ああ、まあ、だいぶ減ったけどね。ビールも。ま、ビールもほとんどないよ。ほとんどない？うん、ないないない。タバコもなんかいろいろカードがないと買えないね。さすがにね。ああ。だいぶ変わったよ、その辺は。昔と違って。自動販売機で言うとさ、アメリカの自動販売機とか、なんていうの、盗まれたり壊されたりするから、あんまなんか外にないイメージがあるんだけど、日本ってやっぱさ、ジュースの自動販売機にしろね、そういうカップ麺とかいろんなものはもう外に置いてあるじゃん、基本。たくさん泥棒、うん、いる。そうでしょ。だから、あんまり自動販売機は、カッシュとか、うん、ペーパーお金とか、コインとか、あまり使わない。皆さん、最近は、携帯の Apple Pay とか、うん、Apple Pay とか、払う、はい。泥棒ね。うん、だから泥棒はもうお金奪えなくなってきたね。そういう意味で言うとね、ペイペイとか、ああいうね、Apple Pay とか使ってね、はいはい。でも、メキシコとかもね、自販機とか、まあ、ないですよね、基本ね。ありえないですね。感覚としてはそういう風になりますよね。外に物を置いといて盗まれるっていうのももちろんそうですけど、お店の中にあっても盗まれるから、そう、いまだにお店にですよ、うん、鉄格子ついてるんですよ、柵が。あ、カウンターに？そう、カウンターに。で、出入りが店員さん以外できなくて、映画館でチケット買うみたいな感じの小窓があって、はい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 、はい、そこで、あの、あそこの棚の奥にあるあの瓶取ってとか、あのスナック取ってって言うと、店員さんが持ってきて、はい、これね。で、そこの受けは窓口から渡すっていうお店も未だにあるぐらいですよ。そうなんだ。すごいね、やっぱ。ね、王子知ってました？そういう世界があることを。いやー、ちょっと一昔前だったらあるのかなと思って、今現代にあるとちょっと思ってなくて、今びっくりしました、聞いてて、ね。あるんです、あるんです。いや、あるんだ。そう、だから、ね、あの、シドニーさんが自動販売機で、まあ、うん、自動販売機自体も本当見ないんですけど、うん、盗まれたりとかっていうのが一番確実になくなるから、置けないと思いますよ。そうなんでしょうね。たまに日本帰ると、私もなんか最近、まあ、もう1年に1回とか2年に1回の頻度で帰
帰らないけど、自販機見ると嬉しくなっちゃって、なんか買いたいものあるわけじゃないのに、お金入れて ボタン押したくなっちゃう。まあね。ちょっとね、使いたくなっちゃうんですね。そう、だからシ ドニー珍さんしいがからね。そう、自販機のことが不思議だっていうのは、私は分かりますよ。なるほど。まあでもね、日本のね、自動販売機はもっと進化してるんでね。またちょっと、それはそれで別の回に紹介したいと思います。そうか。はい。今日はこの辺で。皆さんさようなら。バイバイ。またねー。バイバーイ。